第80回歴史講座、続きまして農業など諸産業の発達です。戦国時代にヨーロッパのさまざまな文化や技術が我が国に伝わりましたが、それらは鉱山の開発における採掘や排水、あるいは精錬といった技術の向上をもたらしました。我が国は江戸幕府初期の17世紀初め頃には世界有数の金銀産出国となり、また鉱山における最新の技術や優れた道具はそのまま治水やため池用水路などの開削に関する技術に転用されました。でこれらによって河川敷や海岸部によって大規模な耕地化が可能となり、また平和な世の中となったことで人口が急増したことによる必要性から、全国で新田開発が積極的に行われたため、我が国の耕地面積は江戸時代初期の164万町部からおよそ100年後には297万町部にまで増加しました。なお新田開発は当初は幕府や藩の主導で行われていきましたが、17世紀末頃からは有力な商人などの町人が資金を提供した町人請負神殿が増えてきました。で代表的な町人請負神殿としては現在も地名として残っている大阪の鴻池神殿などがあります。で江戸時代には農業技術が著しく改善されました。農具としては工作用の備中輪や脱穀用の千箱機、選別用の遠見庵、戦国同士、あるいは灌漑用の組車などが考案されました。なおこれらのうち千箱機は御家が、つまり未亡人が担当していた茎橋による脱穀の陳地ごとを不要にしたことから別名を御家倒しとも呼ばれていました。で肥料はですね、それまでの仮式や下肥のほかにイワシを干して乾燥させた干し蚊や油などの農作物から油を絞り取った残渣、残りカスである油カスなどが用いられ、これらの新しい肥料は農家がお金を出して購入をしたことから金肥と呼ばれました。でこの時代には農学も発達して、17世紀末に表された宮崎安定の農業全書などの農書が広く生まれました。で作物としては米などのほかに全国各地で商品作物が盛んに栽培され、農民の重要な副収入となりました。桑、漆、茶、楮の四木や麻、藍、紅花の三層が代表的な商品作物です。でこのほかそれまでは輸入に頼っていた木綿が国内で栽培されるようになったり、養蚕業が広がって生糸の生産が盛んとなったりしました。特に生糸は幕末における重要な輸出品となるまでに発達します。で農業以外の諸産業の発達にも著しいものがありました。例えば漁業では地引き網などの網漁を中心とする漁法が全国に広がり、上総九十九里浜のイワシ漁や肥前五島のマグロ漁、蝦夷地の松前でのニシン漁などが有名になりました。特にイワシは戦術した干し蚊に加工され、農業における金肥として各地へ運ばれていきました。で江戸時代の初期から土佐や紀伊を中心に網や森を使用した捕鯨が行われ、取れたクジラから作られた鯨油は灯油のほか害虫の駆除に使用されました。また中期以降には土佐でカツオ漁が発達しました。蝦夷地では昆布の漁獲量が増加したほか、ナマコの腸を取り出して煮た後に乾燥させたいりこ、アワビの身を取り出して煮た後に乾燥させた干しアワビ、サメの肥料を乾燥させたフカのヒレを俵に詰めた俵物が生産され、俵物は17世紀末以降の長崎貿易において銅に代わる清国への主要な輸出品となりました。で製塩業では播磨の赤穂などの瀬戸内地方を中心に高度な土木技術を必要とする入浜塩田が発達し、生産量が増大しました。で都市の発達により建築資産の需要増加に伴って林業も急速に発達し、江戸時代中期には江戸地にまで産地が広がる一方で、幕府や藩が管轄する山林から伐採された材木が商品化しました。尾張藩の木曽ヒノキ、あるいは秋田藩の秋田杉などが有名です。
なお山林の保護のために植林も行われました。で、鉱山業では江戸時代初期に佐渡金山や生野銀山、石見銀山などからの金銀の生産が最盛期を迎えましたが、17世紀後半になると産出量が激減し、やがて銅が採掘の中心となりました。銅は幕府が管轄する足尾銅山や大阪の町人である泉屋が経営した別紙銅山などで採掘され、長崎貿易における輸出品や急増する貨幣の鋳造に用いられました。なお泉屋はなんと現在の住友につながっているんですよね。で、このほか砂鉄を収集して足踏み式の送風装置を持つ炉を利用したたたら製鉄が中国地方や東北地方を中心に行われ、生産された玉鋼は商品として全国に普及し、農具や工具に改良されました。で、手工業が発達した畿内では河内の木綿、あるいは近江の麻、奈良の晒しなどの織物の名産地が生まれました。特に京都の西陣では高度な技術を必要とする高畑による西陣織の絹織物が有名ですよね。なお絹織物は18世紀中頃には神津家の桐生など北関東でも生産されました。で、和紙の生産も構造主原料とした流しすきの技術が普及したことで全国に拡大し、紙が安価で大量に入手できるようになったことで学問や文化の発達に貢献しました。また紙の生産地の多くは販路専売制となり財政を助けました。陶磁器では肥前有田で有田焼と呼ばれた磁器が佐賀藩の保護のもとで生産され、長崎貿易における輸出品になったほか、尾張の瀬戸や美濃の多治見などでも生産されたことで安価な陶磁器が量産されるようになりました。最後に醸造業では伏見、灘の酒、あるいは野田、銚子の醤油が有名となり、この他にも全国各地で作られた商品はそれぞれの地域に由来した特産品として重宝されました。